ジョージ・ポリアあるいはジョージ・ポーヤは、ハンガリー出身のアメリカの数学者。1914年から1940年には、中立飛行科大学の1940年から1953年までは、スタンフォード大学の数学教授を歴任した。組み合わせ論、数論、数値解析、確率論の基礎となる部分に功績がある。また、ヒューリスティクスと、 数学教育の分野に貢献した。彼はオーストリア・ハンガリー帝国時代のブダペストに1886年にユダヤ教からカトリックに改修したアシュケナジムのドイチュアンナとボーヤ・ヤカブ夫妻のもとに生まれた。彼は1914年から1940年まではスイスの中リ非効果大学、1940年から1953年まではスタンフォード大学で、 数学教授を務め、その後は生前ずっとスタンフォード大学の名誉教授であった。彼は、急数、数論、解析学、幾何学、大数学、組み合わせ論、確率といった非常に多くの分野を研究した。彼は、その後半生において、多大な時間を割いて、人々が問題を解決する方法や、問題を解決する方法を教えあるいは学ぶ。 方法を明らかにすることに努めた。彼はこれに関して以下の4冊の本を書いている。いかにして問題を解くかにおいて、講野は数学的な問題に限らずあらゆる種類の問題を解決するための一般的なヒューリスティクスを与えている。同書には数学を学ぶ学生に対する助言やヒューリスティクス用語のミニ辞典が含まれている。 同書は17カ国語に訳され100万冊以上売れた。ロシアの物理学者、ジョレス・アルフヨーロフも、同書を称賛して、ポーヤの有名な本を読んで私は大変満足していると述べている。同書は、算数、数学教育においても言及されている。ダグラス・レナットの制作した AI であるオートメーテッド、マスマティシャンやユーリスコーは、ポーヤの研究に触発されて作られた。 直接的に問題解決を扱った著作に加えて、ポーヤは1963年にアメリカ国立科学財団の支援を受けていった研究に基づいて自然科学における数学的方法というタイトルの本を書いた。弊社としてリオン・ボーデンがつきアメリカ数学協会から1977年に出版された。ボーデン教授は本にまとめるために スタンフォードで何度かに渡っていった、ボリアの進行を記録したテープを注意深く聞き取った、と、ポーヤが序文に書いている。また、ポーヤは、本文に書いてあることは有用だろうが、それらは完成した表現だと扱われるべきではないこと、とも序文に書いている。彼は1985年9月7日、カリフォルニア州パロアルトで死去した。1969年に、産業、 応用数学協会は、講野賞を設立して、組み合わせ論の顕著な応用と、ジョージ・ポーヤが関心を持ったその他の分野での顕著な功績に、それぞれ一年を期に賞を与えることとした。1976年には、アメリカ数学協会が優秀な説明をした記事に対して、ジョージ・ポーヤ賞を与えることが、カレッジ・マスマティクス・ジャーナルから発表された。 1987年にはロンドン数学会がイギリスにおいて数学の創造力豊かな説明や顕著な功績に際立った創造性を示したものに対して傍や賞を与えることになった。数学センターはモスコーのアイダホ大学での彼の業績にちなんで名付けられた。数学センターは大数学や微分析文学の問題に関して学生に 個人指導することに重点を置いている。短所教調,強調ありがとうございます。